の店どこでしょうか。ダバオで人気、あとマニラのマカティで人気の場所ですね。マカティだったら和食は当然、リトル東京がいいのかなと思うんですけども、秋田屋とかちょっと質の悪い日本人が集まってたり、バカ騒ぎしてたりするので、ちょっとあんまりかなと思えば、フィリピン人が行ってるですね、まんまるとかですね、天津とかそういったところで楽しむのがいいかなと思います。あえて日本人の集まってるところにですね、行きたくないって僕みたいなタイプいるので、そういう場合はですね、現地人がに日本料理だ、和食大好きで、結構今ブームなんですよね、フィリピンも。なので、どの店も混み合ってるんですけども、リーズナブルで美味しい店ってありますので、個人的に聞いてもらっても大丈夫です。あと、セブだったら、そうですね、いろいろ、お蕎麦の美味しい店もありますし、和食の美味しい夢屋喜兵衛みたいな店もあります。あと、ダバオで人気の店もあります。ダバオも日系人、親日の人が多いので、結構和食の店も多いんですよね。なので、結構楽しめる店はあると思いますので、ローカル情報を、聞いてもらえば。